はいはいどうも、ハッペンです。今回はね、100人いったから、これまでの動画の再生数ランキングを作って見ていく回です。それではレッツゴー。それでは下から、ゆっくりお飛ぶ実況、ソ連ツリー編の A20 ですね。この頃から声入れ始めたんだよな。続いて18位、アスファルト9、小ネタです。うお、懐かしいの持ってきたな。この頃は8人とかだったかな。ほんとよく伸びましたね。続いて17位。シハタンの冒険日記に、いじめを止めると。いや、これはこれ動画名間違ってんな。続いて16位。ゆっくりお飛ぶ実況、6、M バッジ獲得です。やっと最近のになったか。この頃もらったリプレイばっかだったな。次、15位。ゆっくりお飛ぶ実況、10です。これ動画名、パートしか書いてないのにそんなに伸びたのか。次、14位。ゆっくり、お飛ぶ実況ソ連ツリー編4、KVH。これ撮るために再購入したんよな。次、13位。ゆっくり、お飛ぶ実況1、アメリカ戦車硬すぎる。そうそう、これねずっと E3 を E4 って間違えてたんだよね。次、12位。ゆっくり、お飛ぶ実況8。グリレと共闘。高評価9はうちでは珍しいな。次、11位。ウォーサンダー実況3、ドイツのトラティガー1。これには色々突っ込みたいんだけどさ。まあ一つ目はこれはモバイル版です。二つ目は、これ、確か型式を間違えていた気がする。続いて10位。ゆっくりお飛ぶ実況7、大逆転。これは、高評価6で、コメントには結構レアやね。次、9位。アスファルト。9、小ネタ。これこんなに再生数取れてたのか。次8位。ゆっくりお飛ぶ実況。3、視聴者様と一緒にプレイ。うちのチャンネルでは初めての視聴者と一緒にしたやつですね。次、7位。シハタンの冒険日記。1、いきなり始まった追いかけっこ。これは初めて挑戦した短編だね。次、6位。ゆっくりお飛ぶ実況。11、開演部。そうそう、これはね、ソ連第一都エセンシャルートに、開演部がついたアップでの動画ですね。次、5位、初コラボ、シハ海帝国さんと一緒。これは初めてコラボした動画やね。冒頭の茶番とか、作るの大変やったな。次、4位、ゆっくりお飛ぶ実況、4、思ったより硬いなこいつ、高評価7はいいな。次、3位、ゆっくりお飛ぶ実況、5、大暴れだぜー。この動画は、バグでキューポラ抜けたのが印象強いかな。次、2位。ゆっくりお飛ぶ実況、2、これ積んでね。これはね、過去最多の高評価9個ですね。次、ラスト1位。ゆっくりお飛ぶ実況、9、砲弾ギリッギリじゃねえか。すっげー、再生数が222だ。まあ、残りの76ぐらいから20まではまた別で作ろうと思います。そっちも見てくれると嬉しいんだぜ。それじゃあ、バイバイ。